は、ちょっと不思議なことがありました。昨日9月3日、小岩駅の階段で、亡くなっている桃スズメを発見しました。そのまま、踏まれ続けるのも忍びないので、ガチャのカプセルに入れて持ち帰ってきました。こういう時にガチャのカプセルはすごく便利です。いつも一つカバンに忍ばせておくといいでしょう。そして次の日、9月4日、別の駅でまたしても桃スズメを拾ってしまいました。踏まれそうなので、とりあえずカバンに入れて連れてきましたが、少し羽が傷んでいるようですね。桃スズメは、桜や梅、桃などの葉っぱを食べる中型のスズメガです。幼虫は美しい黄緑色をしています。成虫はこの通り、なんと言いますか、モモンガかハムスター的な、モフモフ感があってとても可愛らしいガです。後ろ羽のピンク色と前羽の黒い紋が特徴的です。では、そろそろこの桃スズメくんともお別れをすることにしましょう。ご視聴ありがとうございました。